13騎兵防衛圏続きやっていきましょうってことで、今40分ぐらいね、この、クラベ十郎編やってたんですけど、データ飛びました。はい、なんで戻ってもう一回やります。はい。っていうテンションの低い状態からなんですけど、今回クラベ十郎編から、いきます。オートセーブもういいよ。やっちゃっていいよ。で、どういう話だったかっていうと、結構動いて、まずね、これ。ここと、ここをやりました。なので、ガーッと進んじゃって、もうやり方としては分かってるんで、カバン持って、出る、廊下行って、で、薬師寺が出てくるから、ここで網口考えると芝君に確認してもらうようにして、でこれでどうだ、うん、これでそうだね、 OK、 別ルート入った。で薬師寺がクラウドシンク、うん、突然現れた時からで、これで改装できる。そうするとまず1個目の別エンドだね。玄関の鍵開いてた。空き巣とか入ってないよな。はい、で見に行くと薬師寺が出てきて、君は同じ学年の、40年越しね。そう、これで薬師寺と泉の関係がね、ちょっと待って、なんで君がうちに、今日からお部屋を深かったことがもう薬師寺めぐみです、わかるでしょう。よろしく。家主の倉部珠緒さんから賃貸契約書も預かってます。ばあちゃんが引っ越し荷物も運び終わりました。確かに余った部屋に曲がり人を入れるって聞いてたけど、まさか同じ学校の女の子だなんて。何考えてるんだばあちゃん。いやいや、やっぱりダメだよ。ばあちゃんは今月ずっと島根の親戚の家に行ってて、家には君と僕の二人だけだ。こんなの学校にバレたら大学になっちゃうよ。大学になるよ。ああ、それでも私は構わないけどな。え？さて、お夕飯の準備しなきゃ。これからお世話になるお礼にごちそうを作るから期待して。はい。やっぱり困るよ。そうして芝くんが、おい十郎、戻ってきた。なんだよ、うん。で薬師寺と、だから変に意識しちゃってどう接していいかわからないんだ。あとは三浦君、違う、僕めちゃ、これだっけ、冬坂、これか。網口ね、さすがにもう即興は諦め。で帰るルートになって、どこ行くんだ。ああごめんよ、ビデオ屋に。そうだ、あでビデオ屋に寄っていくパターンだね。はい、ああ、そうそうそう。そしてここの階段で、それでどうするの。薬師森村に許可はもらってるわ。なるほど。なんだ、そうだとしても非常に良くない。十郎の状態にも問題がある。このままにはしておけない。薬師寺とゴーとかね、うん、そんなの許さない。お願い、もう十郎を騎兵に乗せないで。
今戦えるのは彼だけだ。約束はできない。君が彼に対し特別な感情を持っているのはわかる。だがもう泉じゃない。泉？彼はクラベ重郎で、今は別の人間なんだよ。新しい人格は不安定だ。別の人間、君に危険が及ぶ可能性も。重郎はきっと治る。戻してみせる。クラベ重郎を消去したとしても、え、それは無理だ。説明したはずだが、泉の記憶は完全に残っていない。困った人だ。そう、ここでもうクラベに泉のね、君のために言っているんだ。あれが分かっちゃうっていう。放っておいて。ダメだ。四季島の施設に戻るんだ。はい。戻らないと言ったら。で気づかれると。クラベ。重郎。聞いていたのか。でここの芝くんがすごい違和感があるんだよな。何のこと？ああ。で？泉って誰だよ。今晩は重郎の好物を作るの。だから外食せず帰ってきてね。はい、これで。泉、確か東雲先輩も僕をそう呼んでいた。そういえば保健室で泉重郎の書類を見たな。はい、そして芝君には話しかけれない。泉重郎、バカバカしい。だけどなんだろう、この気持ち。薬師寺が好きなのは泉というエンドと。さあこれで 55% になります、うん、でもう一個が、そう、プリントで追い払うパターンだ。そうだ、だからプリント取る。プリント森村先生で芝くんに。まだ途中だった。帰りにくれ。しばくんに行きたいんだけど。プリントの束。ごめん、プリントも。これで別ルートに行けます。残念。で薬師寺か。寂しそうな目をしてごまかすだけだ。はい、カバン持って。廊下出て保健室に行きます。そうすると東雲がいると。森村先生いないな。はい、そして東雲先輩。泉くん。はい。よかった、無事だったのね。ひどい状態と聞かされていたから、私てっきり。先輩、僕はクラベ、クラベ重郎です。ああ、そうだったわね。ここで東雲とさ、クラベは同じような状態ってことだもんね。覚えてる。東雲先輩も泉な知ってるんですね。泉重郎。泉重郎はあなたよ。今のあなたは作られた別の人格。作られた？何のために？私もあなたも事件で記憶を失った。精神に深刻なダメージを負ったわ。
あなたの症状は特にひどかったと聞いてる。私も記憶が消えていく。この会話も覚えていられるかどうか。うん。事件って何の？未来で起こった事件。あなたは過去のこの世界で治療を受けた。未来？まさか。あなたは泉十郎よ。泉十郎。そんな話とても信じられないよ。でしょうね。未来から来た泉十郎が事件で記憶をなくして別の人格に変えられたのが今の僕、比べ十郎。信じられない。だけど本当なら、まあそうだよ、信じられるわけがないよ。さあ、そしてプリントを置くと。先生はいないけど、アンケートのプリントはここに置いとけばわかるだろう。で、泉十郎のプリントがなくなってると。見当たらないな。ここで泉十郎の書類を見たのに、置きっぱなしにはなってないか。はい。そしたら芝くんが出てくる。お、まだいた。芝くん、どうしたの？網口、どこにもいないんで、お前を探してきたんだよ。そんで、大丈夫ですか？大丈夫じゃない。あなたもね。うん。そうか、だから独り言に見えてんじゃない？篠の目にも。しょうがねえ。今日は諦めて帰ろうぜ。で、家に帰ると。明日は絶対。はい。ってことで、これで、ロック解除可能ということで、リザルト戻ってロック解除して進みます。さあ、こっからよ。はい。で、いつもと違うんすよ。行こう行こう。よ、十郎、帰ろうぜ。そう、言ってこない。未来から来事件って今知った。これがどれだ、これか。これが OK。今日は網口くんの家に行こうと言わないんだね。そう。あのゲームクリアしたからな。ま、今日はお前に付き合うぜ。どこ行く？ビデオ屋でね。例のビデオ残ってるかな。ああ、レンタル屋行ってみるか。はい、レンタル。網口くんを探すがあんのか。行こうぜ。ビデオ店行くっていうルート見たんで、それもう一回見ます。貸し出しされてなきゃいいな。さあ、カバン持って下校します。網口ルートもあるんだ。ついてねえな。ビデオ屋が休みなんて。あの様子だと当分開かないだろうね。ガラス割れまくってたし。ガス爆発事故に巻き込まれたんだな。テレビでやってたあれ、あの店だったんだ。はい。そしてどうする？そうだね。そうすると三浦くんがいる。こんなところで何してるの？学校から君をつけてきた。そう。一体どうしたの？説明してくれないか。うん。君がそうやってとぼける理由だ。記憶がないから。古くなったガス管からガス漏れで爆発。ビルが一部崩れ、広範囲で窓ガラスの被害。7時台のニュースでやってたな。はい。君は騎兵の搭乗員だ。どうやって騎兵を起動させた？騎兵？何？忘れたというのか。
つい先日ここで起きたことだ。もうすでになんか忘れかけてんじゃない。ここで起こったガス爆発のこと。その事故なら知ってるけど。ガス爆発じゃない。じゃない。うん。君があの向こう側に騎兵を転送した。転送？映画の話か。そういうのあったよな。ああ、そういえば芝くんに借りたビデオにあったね。十郎くん、君は誰と話してるんだ。これな、芝くんですよ。紹介するよ。同じクラスの芝九太くん。どこにいる？え、芝くんならそばにいるじゃない。いや、ここには君と私だけだ。やだな三浦くん。あれ、確か前にもこんなことが。そう、こないだ貸したやつどうだった？そうそうそう、見たよ借りた映画。でも今日はテープ持ってきてない。返すのはいつでもいいよ。宇佐美が見とる。それより映画の感想は？追い詰めた犯人が体に乗り移って、結局主人公が犯人になるなんて、好き嫌いの分かれる結末だと思うよ。そうか、主人公が犯人。俺はいいと思ったんだけどな。これクラベも悪いやつだぞ。クラベじゃない泉だ。ブツブツ独り言言うのおかしいよ。あんた大丈夫なの？独り言じゃないよ。じゃあ誰と話してたのよ？それが柴九太。柴くんと話してたんだ。柴？何なのそれ。クラスメートの柴九太だよ。クラスにそんなやついないよ。え？クラベくん。分かってる。プリントだろ。それより沢渡さん、キサラギさん、おかしいんだ。柴くんがいないだなんて。柴、誰？そこにいるだろう。クラベくん、柴なんて人ここにいないよ。これな。柴くんも何か言ってよ。みんな意地悪だな。幽霊と話してるっていうオチ、冗談なら面白くないよ。はい。俺が幽霊ね。女子のジョークはセンスがないよな。行こうぜ柴くん。違和感。どうした？もう行くぜ。僕たちってさ、ずっと一緒だったよね。そりゃ小学校からの腐れ縁だからな。なんだよお前まで。どうも引っかかるんだこの違和感。おかしいぞ。小学校で柴くんと一緒だったのも、中学のことも思い出せない。おかしいぞ。おかしい。間違えた。柴くん、僕と一緒だったって言うけど、君との思い出を具体的に何も思い出せないんだ。なぜだと思う？さすがに矛盾が多くて気づくよな。何の話？ここのところ無理な記憶操作をやりすぎた。難しいことを考えるな。ソラ、ちゃんとビデオを持ってけ。次の記憶のやつだ。帰ってじっくり見るんだ。それが待ってくれ。今の落ち着いて。思い出したんだ話と。彼は柴くんは、そう僕にしか
見えてないのか。そういうことだったんですよね。うまくやらないとこういうボロが出るんだよな。君は何なの。合成人格489、つまり芝九太だ。我ながら適当だよな。お前の性格に合わせて作ってみた。合成人格、こういう人格の方が話しやすいだろ。芝九太、逃げたってもう遅い。お前の頭の中には映された記憶がみっちりだ。安心しろ、俺に任せとけば問題ない。記憶。そうさ、俺の記憶がな。落ち着くんだ、誰もいない。はっきり見えてる。何も知らずにいた方が楽なのに。バカだな。芝くんの記憶を僕に移すって。芝じゃない、俺が泉十郎さ。どうしてこのことも忘れちまうんだ。これはすごい分からんな。騒げば変人だと思われるぞ。さすがに。さあ友よ、新しいビデオだ。おかしな現実はいっそ忘れろ。これを見ろよ、面白いぜ。お前の頭をきれいにする。やめ。十六くん。というまあここまでをやったのが40分ぐらいだったんですけど、今半分ぐらいの20分ぐらいで進めたんで、ちょっと先進もうかって言いたいところだけど、一回撮るわ。あ、撮るっていうか録画止めてもう一回やり直す。はい、ってことで、じゃあ次どうしよう。比べ一旦、いや比べ気になるけどな。高宮にしよっか。パーセントが低い。高宮で行こう。そうすると高宮ももう 50% 超えてくるんじゃないかな。女子トイレの事件はまだ謎だらけだが、うん、なっちゃんが関わっているのは確かだ。なっちゃん探すやつね。他に手がかりになるものがないか探そう。はい、ってことで操作としては正門に行かないといけないか。ああそうか、とこさか神社だから。リンゴジュがこれ飲んで、網口、私にさどこだ。おっと、探します。またここ、うん、あ正門これ行こうか。うん、正門まで飛べるんだったらこれ楽だな。はい、そんでこっからルートが分かれるんだね。うん、階層以外だな。ってことは普通になんか神社行くパターンじゃない。おっとっと、輪島がいる。おう、輪島がいるな。輪島ルートか。道開けろよ。ああ、俺に命令してんの。絡むな、相手する気はねえ。すみません遅くなっちゃって。タイミングの悪いやつ。藤宮だっけ。この人たちもさ、高宮さんのお知り合いですか。気になるような。玉尾さんじゃないの。こいつの出しなら俺とも仲良くしねえとな。おい、手出したら分かってんだろうな。あ、分からねえな。てめえ、分からせてやるよ。おめえには借りがあったな。もう下がってる相場。あ、そうだ、相場だった。全然違った。てめえ。だけどここは高宮が強いからこうなるわな。ただ警察いるよ。何をしている。え、うわ、捕まるルート、マジで。やっちまった。そっちか。学校に殺呼ばれるとは。うわ、このパターンだけど。なあ
これもう帰っていいだろう。ダメだ。あれこれ参ったな。定額なんて食らっちまったらメガネがなんていうか。でメガネ来るでしょこれ。うろうろせずおとなしくしていなさい。多分来るんじゃない。こら、お手洗いはどこかなと。わかったわかった。おとなしくしてる。はい、じゃあおとなしくしてますっていうわけにもいかんのか。おっと、あとは任せてくれ。は、出て行った。鬼兵のおっさん相変わらずで安心したよ高宮。ん、大西刑事。輪島たちは逃げちまってわからんが、捕まった仲間二人は軽傷だな。仲間二人軽傷。あいつらに連れてかれてから心配してたんだぞ高宮。転校していたとは。何があった。これ、あれ、特務機構のやつらと関係があるのか。ありますね。知ってるなら話しちゃくれねえか。おっさん悪いが言えねえんだ。半年前くらいに輸送中の重機の事故とされた事件があった。その時事故に巻き込まれた篠ノ目涼子と名乗る少女を保護したが。篠ノ目。お前の時と同様強引に特機の奴らが連れ去ってしまった。彼女はこう言ったんだ。怪獣と戦うために未来から兵器と共に来たとね。はい、篠ノ目も戦っていたと。その話信じたのか。最近また重機の事故があってな、天幕で隠される前にたまたま現場を見た。これにゃあれが建設機械とは到底思えなかった。うん、この町で何かが起きてる。知りたいんだ。話しちゃくれねえか。いやこれ話せなくない。でも話しちゃくれねえか。え、メガネの話、情報と殺。これは違うな。幼中学。違う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 。未来から兵器と共に来た。これだな。か、なっちゃんのノートにもタイムトラベルと兵器らしきロボットのことが書かれてる。はい。鬼兵のおっさんは大人でも信用できる方だ。話して協力してもらうのもありか。え、それで行く。行っちゃうか。特務機構のことはそっちでどれだけ分かってるんだ。かなり上の方とつながってるようで、下っ端じゃ手出しできん。俺の分かる範囲だと奴らは四季島重工をいろいろと調べてる。うん、だろうな。四季島どこまで本当か知らねえが、メガネの話じゃ四季島が核爆弾積んだ兵器を作ってて、その兵器に何人かの子供が関与してる。そいつらを監視しろと転校させられた。子供？篠ノ目涼子も桜高校にいる。子供。取り調べ受けるになってんな。うんうんうん。そいつらを監視しろと、うん、話したね。先週から行方不明になってる南夏野を警察では探してないのか。南夏野？こっちに届け出は出てない。桜高校の1年だ。奴らが探してる。何か分かったら教えてほしい。俺も探してみよう。あざす。見てくれ、重機搬入で行動を制限するための書類だ。ん、彼女が乗ってきたといったものは四季島重工の新しい造船ドックに運ばれてる。ここへ行けば重機が何なのか、なっちゃんに何があったのか、
わかるかもしれない。なるほど。鬼兵のおっさんの話を聞いて勢いで電車に駆け込んじまった。四季島重工の造船ドックね。そこに一体何があんのか。武者震いがするぜ。おう。そしたら潜入か。座れもしんし。ロボットが運び込まれた四季島重工のドックは、はい、港近くの埋め立て地で、倉庫ばかりの寂しい場所にある。うん、このまま終点まで行って施設の近くで待とう。忍び込むなら暗くなってからだ。いや、忍び込める。四季島、冷蔵庫やテレビのし、あの、ん、尾形じゃねえか。おお、尾形。高宮、何やってんだ尾形。見りゃわかんだろ、帰るところだ。お前の家ってなっちゃん家の近くじゃなかったか。そりゃ小学生の時だろ。今はじじん家に住んでんだ。お前はどこ行くんだ。場所が変わった。まあ、その海を見にかな。適当だな。大丈夫かお前。適当な嘘だな。腰巾着みてえなあいつはついてきてねえのか。相葉エリカのことか。相葉、尾形は D 組だったよな。同じクラスだろあいつと。あ、あいつは相葉じゃねえだろ。相葉はずっと休みのままだし。おっとっとっと、やはりそっちもあるな。お、俺は次で乗り換えだ。階段近くに移るわ。じゃな。相葉。相葉じゃない。それならあいつは誰なんだ。玉尾だろ。ったく、何を信じりゃいいんだ。この目で一つ一つ確かめるしかねえか。いや、これ相葉も比べ側だろ絶対。ずいぶん警備が手薄だな。そうとしか思えんな。簡単に忍び込めたぞ。とはいえこう暗いと何も見えないな。はい、そしたら これはじゃあ暗いけど進めばいいかな。ん？何の光だ？なんだよこれ。肌が光ってるの？これ騎兵のおっちゃんパターンだろ。おっと、しののめ。そういうことだったのね。いや、その声はしののめりょうこ。しののめ。これは宇宙室。違う。D 組の相場なら、あた誰、何のも。しののめ。なんでこんなとこにいるんだよ。それはこっちのセリフよ。おい、それお前の足も光ってる。この光は何だ。私たちが搭乗者だから反応しているの。搭乗者。うん、14番機の呼びかけに。なんだこいつは。調べる。こいつが運び込まれたっていう。来たるべき戦いで我々の操る武器だ。そして君もこれに乗ることができる一人だ、高宮ゆき君。てめえはリストに名前のあったゴーとレンや。うん、我々の。これは私の騎兵よ。騎兵？さあ、ちょっと面白くなってきたぞ。まさかてめえ、私を撃ったのか。何の
れが騎兵？なっちゃんが探してた宇宙人と戦うためのロボット。宇宙人？ちょっと違うけどな。宇宙人と戦うつもりだったの？お前らはこれで何する気なんだ？怪獣から世界を救うのよ。怪獣から世界を。これは四季島が作った兵器なんだろ？作ったのは四季島じゃない、我々だよ。お前ら何者なんだ？我々にとってここは過去の世界だ。タイムトラベル？うん。本気で言ってんのか？騎兵は未来世界で作られた兵器だ。下がって。なんだそれ。おっとっと、本物か？確かめてみる。ちょっと待って、下がる。どけよ。お前ら二人で私の相手になるか？そうはいかない。君も騎兵に関わってる。私は関係ねえ。さっきの光が証拠だ。私に何をしたのか知らねえが、付き合ってらんねえよ。おっと、出てきたな。何度もコードが書き足されてる。彼と何度も接触を。おそらくこの子の近くに。お前は保健室の高宮ゆき。もう少し調べたいわ。何を。あ、撃たれたね。高宮編も 50% クリア。はい、どうしよう。まだいけるな。ああ、高宮編も進めるし。うわー、尾形も気になる。尾形いっとくか。尾形が結構面白いんだよ、確か。あ、そう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 、確か。確かに。あんたのこれさ、あ、駅のホーム2になってる。もう違うルートだ。言う通りなんだけどさ、よく考えた方が。わかったわかった。いいか、ここから動くんじゃねえ。お、一歩もだ。動くなよ。さあ動くなよ。もしもあと数分でこの世界が終わるとしたら、おめえはどうする？急に？やぶから棒に、何なの？知りてんだ、おめえの気持ち。ん？数分か、ちょっと短くない？そうだな、数分じゃどこにも行けそうもないし、あんたと言おうかな。ちょっとだけここで待っててほしい。ダメか？いいけど。待っててほしい。ここからどこへ逃げても逃げ場はない。このすぐ後にあいつらがやってくる。こんな話したって誰も信じねえ。じゃあどうする？冬坂が悪党だ。幻覚でも。世界を滅ぼすため怪獣に銃。あのおかしなおっさんのヨタ話を信じるのか？15人。カプセルの中で俺に命令するあいつ、最後にチラッと姿が見えた冬坂と一緒にいた野郎だ。うん。謎の声はあいつだ。そうだね。ってことは大きいのか。尾形くん、何か言おう。どけよ。大きいの。大きいの、おめえだろ。声の主は見たんだよ、この野郎。何のこと？観念しやがれ。俺をどうやってカプセルに入れた？なんでここに戻すんだ？何を言ってるのかわからないよ。いやー、しらばっくれんな。白状しねえと痛い目見るぜ。そんな。どうする？
電車が来てしまう。入ったな。もう行くしかねえな。うわー、これついてくパターンがでも違うか。てめえ、大きいの。どういうことだ。こっちが見えているのか。バレバレだぜ。このカプセルから出しやがれ。カプセル。悟られたのか。どうするか。おっと、肘山が出てきた。出したぞ。肘山、俺に不意打ちを食らわせやがって。ちゃんと一声かけて殴っただろ。卑怯者扱いする。はい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 。貴様が弱かっただけだ。なんだと？廃工場？起きちまったぞ。どうする？心配するな。まだ失敗したわけじゃない。ここはどこだ？何がどうなってんだ？知らなくていい。君をすぐ戻す。ああ、確かにこんなになっとったな。沖野、俺たちを助けると言ったな。それができるなら攻撃の始まる前に他の奴らも助けられるだろう。うん。攻撃？まさかそいつが騎兵の本当の相手か。そうだ。そして問題はその原因だ。だから D を制御する鍵を探してるんだろ。 D を制御する鍵。怪獣に命令を出してるのは15人の。知っていたのか。世界を滅ぼすようにセットされた子供が15人いる。意思とは関係なく体が信号を発してD を生み出し呼び寄せるんだ。おっさんの話と同じだ。じゃあ鍵はたくさんあるのか。鍵は一つだ。15人のうち鍵を持つ者が命令できるんだ。鍵を持つ者が命令できる。はあ、悪党団のあいつが言ってたぜ。鍵はもともと俺が持ってたってな。だが俺には思い当たる節がねえ。それはそうだろう。制御キーはプログラムコードだ。君は15人の一人で2ヶ月前までは君から命令が出ていた。嘘だろ。俺が？その時は貴様だったらしいが、捕まえてみたら違っていたんだとよ。なるほど。今は別の誰かが鍵を持ち世界を滅ぼす命令を出している。ほう、別の誰か。鍵がプログラムなんて、そんなもんどうやって探すんだ。君には鍵と分かる形に見えるだろう。駅でならね。どういうことだ。君が D の制御キーを誰に渡したのか、その記録を君から取り出したいのだが、それは君の記憶と密接に結びついていて、君じゃなきゃ引き出せない。それで君の意識をこうして操作して鍵を探させている。なるほど。ちょっと待て。それじゃあの駅は？貴様はここから一歩も動いちゃいない。駅は貴様の頭の中で作られた幻だ。なるほど。嘘だろ。そうなると？わかったぞ。君がどうやって抜け出したか。その駅には僕までいるのか。僕のアクセス ID を利用して僕の操作を解除したわけだ。対処しておこう。うわあ、またか。理解を得たところで、また行くのか。もう一度戻ってもらう。やっぱそういうことやな。暴れるなよ。探索中に無理やり装置が外れれば二度と起きられなくなるぞ。鍵を探せ。殴ってすまなかったな。だが覚悟を決めろ。
自由になりたきゃ協力するしかないぞ。うわー、またか。またこれ入れられるんだろうね、ループに。制御。これアンロックできるな。ただ尾形も6割超えてる。うわー、どうしよう。もう一人行く？いや、でもいっか。進み具合的には多分こんぐらいでやめといた方がいいかな。まあ、やってもいいけど、一回、いや、でももういっか。うん、今回ここまで。また次回です。お疲れでした。